今回はね、町田のラウンド1に来ました。太鼓混んでるな。一般の方がやってますね。あのそこからそう上がってきたんですけど、これ太鼓かと思ったわ。で、町田のラウン1といえば治安の悪さ、そのイメージが強いですね。僕的には、僕の友達が太鼓やってたら絡まれたりとか、そういうのがありました。もう10年ぐらい前かな。環境が悪いんであまり来ないです。今回は珍しい、まあ、最近どんな感じになってんのかなとか疑問に思ったんで来てみました。ではね、見ていきましょう。昔はこの辺にあったんですけどね、この中仁角あたり。それがここになった。100円3曲もうで、やっぱり治安が悪いからか、商品をお手元にで保管ください。で、隣が近いな、ブルコス。で、グリップなしのハウスバチで、裏が結構狭い。ではね、メンテ確認いきます。ここちっちゃいですね。ではコインの音。こっち側暗くない？で、ここが跳ねない、へっこんでる。で、画面ちょっとね、伝わりにくいかもしれないんで近くで映します。わかるかな、ほら、わかるかな。まあ、ちょっと実際に見た方が暗いな。あ、押せればわかる、ほらほら、こっち暗い。メンテ大丈夫なのかな。目も無用です。これ良くないな。ここもちょっとね、寿命が来てますね。ほら、うわ、面ボコボコ。これはちょっとやりに来ないな、みんな。うわ、やば。あの昔は町田ラウン1って無印の頃にめっちゃみんな集まっててやってたんですけど、なんかそこからだんだん来なくなり、で4曲設定だったらしいんですけど3曲になり、まあメンテも悪くなって人が来なくなってたのかな。だから僕がやってる時、あの現役でやってる時にも来てましたね、ここは。で、なんであの4曲っていうの知ってるかっていうと、リスナーさんがね、前に教えてくれました。昔は4曲だったらしい。で、ここメンテしたのは10月2日らしいんですけど、いやー、画面もね、メンテした方がいいと思う。で、メンテも良くない、面ベコベコだし。でも、メンテしてもすぐ悪くなっちゃうかも、治安的に。で、太鼓の裏はなんと湾岸、結構うるさくなるかも。で、ドンダーだったらわかると思うんですけど、これがうざそう。こう立った時にこう足元がね、やりにくい。で、ここやばいのが壊れてんだよね。ほら、やっぱね、町田治安悪いんだよ。やば。
まあ、麺はね綺麗ですね。で、免停したのが10月2日一緒ですね。で、これが起こってるここかな。はい、ここはちょっとね期待できるかも。ではね、免停確認行きます。一緒ですね、画面はちゃんと映ってる。もうね、違いが一目瞭然。こうじゃないですか、ほら、やっぱ違う。左口が跳ねない、あと周りがうるさい。ただ左の縁がぶよってる。うわ、こっち終わってるわ。免許最悪。で、なんかね、ここにテープが貼ってある。ほら、なんでこっちは貼ってないかな。こっちは貼ってないですね。なぜかここにだけテープが貼ってある。いやー、まあ、これが町田ですよ。これとこれね、なぜここに貼ったのか。もしこっちの方がいいと思うんですけど、うん、で、今だからいいですけど、10年ぐらい前かな、その時はめっちゃ治安悪かったからね。ラウアンで治安悪い店舗って言ったら町田と横浜かな。じゃあパンチングマシンやるか。ここね、200円でね、3発殴り心地悪い。まあ動画の尺的には長くならないんでいいけど、で、場所によって200円3発のところがあって、で、なんでかっていうと、僕最近知ったんですけど、昔のバージョンらしい。この次に出たのがヒーローモードがついてるパンチングマシン、まあ、ちょっと違うらしい。これが初期、これは初期。昔はヒーローモードがなかったらしい。だから一発70円弱。で、今は少ないんですけど、昔とかよくね、この中にタバコとか落っこってました。うん、今ないね。まあ、だいぶ平和になりました。いや、俺がね、もしも家庭持ちになって家族で出かけるってなったら一番来たくないところ。うん。で、そういう奴らがいるとなんか因縁ふっかけられたりとかすることがあって、僕ね、結構ムカついてきちゃうタイプなんで、なんだみたいな、うん、食いかかっちゃうんで、あんま来ない方がいい。うん、結構俺見た目がそんなパリピ系じゃないんで、まあ普通だと思うんで、まあ来るんですけど、なんかちょっとしたヤンキーが、そうなると、あ、舐めてんのってなっちゃうわけです。そんな
オラオラしてるけど鍛えてるみたいな、そういう格闘技系とかやったことあるっつって、なので僕はあまり来ない方がいいです。揉めてね、警察沙汰とかになっちゃうかもしれないからね。だから危ないとこって何があるか分かんないんで、まあ、僕は日頃から鍛えてます。友達に何かあっても困るんで鍛えてます。やっぱ何かあった時とかに守れないと後悔すると思うんで、今後もね鍛えます。すごい、パンチの裏にはアイスが売ってる。でも高、200円、ジャンボ200円、安くてハイチューアイスバー190円で、アイスボックスが180円ですね。あ、そうだ、言い忘れた、あの裏方くんと拓郎さんと僕でとある町田の焼肉屋さんに行ったんですけど、その時に店に出る時に階段を塞いでる男の子がいて、でその子に通れないからちょっといいって言って行ったら下打ちされて、なんかこう僕がこう階段、まあ下打ちはまあいいやと思ってこう降りてる時にこう来てるようなこうあれがあるんですよ。それでこいつやっちゃおっかなって思った時があった。スパーリングするみたいな。僕普通の服だと結構そうなるんですよ、そういう絡まれたりとか。でも半袖のムキムキな感じだと一見もないっていうねお話がありました。で拓郎さんと裏方君に、いやあいつマジムカつくんですけどってやっちゃおうかと思ったって言いました。まあグローブあるしスパーリングだったらみたいなって感じでね、一応塞いでて声をかけたらそういうことがありました。お前が悪いんだろみたいな。